1167年、小国寺の戦いが起こります。この小国寺の戦いというのは、応仁の乱の中でも実は一番激戦だった戦いです。1167年、この年、上五領の戦いで、火蓋を切られた、応仁文明の乱。半年、5月に、四季吉直帝を武田信方が襲撃したことから、本格的に応仁の乱が起こったのが5月。で、7月には大内政広が到着して、西軍が圧倒的有利に立ちます。9月の東岩倉の戦い、南禅寺に立てこも、南禅寺を中心にして、戦われた東岩倉の戦いで、東軍が敗北し、この大内政広の到着から、この流れで京都北東部に東軍が押し込められると。大体相国寺、それから、花の御所、大理、この辺りを、わずかに抑えるだけになってしまっていて、結局そういう、中で起こったのが相国寺の戦いです。東軍を京都北東部に押し込めた西軍は一気に花の御所、相国寺大理を攻撃、します。その結果、相国寺が炎上します。今回の相国寺はわずか1年で京都だということになります。運がないというか、仕方がないというか、相国寺が炎上し陥落、西軍の、支配下に落ちます。ほぼ全焼したみたいです。ただ、ちょっと離れたところだったら、七重の大塔は大丈夫だったんですけどね。相国寺の本体は、炎上陥落し、花の御所も、反焼します。これは、この炎上に関しては、西軍に通じていた、相国寺僧が火付けたと言われています。花の御所の反焼は、西軍に通じていた奉公衆が火をつけたと言われています。その後、畠山政長の反撃によって、相国寺は、一旦取り戻されますが、これ以降、この再激戦で双方とも大きく打撃を受けて以降、戦闘は京都郊外の方に広がっていって、洛内では急速に戦闘は膠着状態に陥っていきます。で、1170年には残っていた七重の夫が落雷で消失、してしまって、まあ、相国寺は、元通り、ボロボロにしまいました。相国寺は、まあ、基本的には持たないと。焼け野原である時期が、結構長いということが言えます。相国寺の復興のために、瑞慶宗法が三度、総録に、このピンチに瑞慶宗法が、まあ、切り札のごとく登場してきます。3度目の総録になります。瑞慶宗法、相国寺ゆかりの人間の一人目、瑞慶宗法、春国明藩に次いで二人目、1393年、堺で生まれています。応援の乱で父を失って、出家し、厳中修学という人間のもとで、修行しています。慶心髄の紹介で足利義教の地遇を得て、義教に重用されます。永享の乱の年末で、関東下校しております。おそらく上杉則真の、説得、その他様々な問題のですね。そういった形で、義教の父者として、関東に使わされるほどには義教に信頼されていたということが言われています。1040年、この永享の乱、だからこれちょっと順番逆ですけど、先に、義教の推挙で、相国寺入りして、その後、永享の乱の年末で関東下校。ただ、京都に帰ってきてほどなく、義教は、火気の乱で、亡くなって、瑞慶宗法はそれをきっかけに相国寺から退いています。その後、1146年には再び録音院院主、総録師を、やってます。で、これは結局、瑞慶宗法の、学識がやっぱり、必要だったんでしょうけども、彼の最大の大きな、今日瑞慶宗法を言ったら、相国寺の再建よりも何よりも、有名なのは、この外交文書の作成、足利義政の代の、民皇帝への表というものを、表選と言われる、外交文書を作っています。で、まあ、その、経験を生かして、彼は、前輪国宝記を執筆。それから、これ、逆ですね。ガウン日録家、ガウン県日録がいいかな。ガウン日見録や、執筆しています。前輪国宝記の、執筆。これ、一応見ますね。前輪国宝記というのは、まあ、外交文書集。です。今日、いろんな外交文書が、我々が見ることができるのは、この前輪国宝記が、大きいです。
です。で、この前輪国宝器、その後の俗前輪国宝器も、前週で作られ、で、まあ、徳川幕府の直前、徳川幕府の時に、外交文書は、林家に移るわけですけども、その後も、一応関係を、担当する、伊定庵という役所が、対馬に設置されて、まあ、そこには、やっぱり御三派、聖国寺から、前僧が派遣されています。前輪国宝器。この前輪国宝器でよく言われるのは、義満 の、いわゆる、昇進朝貢については、随分批判的なものが 大きいと。で、この、義満がへりくだっているというイメージを作り上げた一つでもありますよね。万歳十号日記に書いてある司馬義行が、義満は丁寧すぎるわ、言うて、言うた、万歳十号日記と並んで、義満が、いわゆる国辱外交、屈辱外交だというふうに言われると。まあ、これに関しては橋本優さんが、それは違うと。当時の、記録を見る限りでは、義満は結構、傲慢な姿勢で臨んでいたみたいで、ということを、言ってあります。この前輪国宝記、それから、万歳十号日記のイメージで取ると、なんとなく義満っていうのはみんなの前で、こう、べこべこと、して、明皇帝の、家来であるというイメージを、こう、人々に、広めたようなイメージになっちゃってて、それが結局、日本国王、義満による、いわゆる日本国王イコール、王権三奪というふうなイメージになっていったんですけども、まあ、現在ではこの日本国王とそれから王権三奪、要するに義満が天皇になろうとした、天皇を超えようとしたという、王権三奪とはイコールではないと、いうふうに、まあ、現在では、見られています。戦国時代の聖国寺ですけども、1508年頃にはほぼ復興しています。ただ、聖国寺は焼けると。1551年、また新しい聖国寺の戦いが起こっています。こちらは足利義輝、細川晴元連合軍対三好長慶ですね。足利義輝と三好長慶の争い。これは義輝が中尾城、現在の銀閣の、自称寺の裏手の山ですね。大文字の、中腹にある、中尾城で、義輝が敗北。で、義輝はこれで敗北して、細川晴元ともに、近江に退くわけですけども、まあ、洛中に暗殺者を放って、暗殺未遂を起こしていると。さらに、三好正勝ら、義輝派が聖国寺に布陣する。それを松永久秀らが、攻撃して聖国寺が炎上すると。で、これ以降、この聖国寺の戦いをきっかけに、おとなしくなるつのも、この辺も、応仁の乱にちょっと似てて、これ以降、こちらの方は、聖国寺炎上して、かなり義輝、細川晴元と態度に、大きな損害があったようで、これ以降、武力による抵抗ができなくなって、六角上帝が間に立って、まあ、両者の和睦交渉が行われる。ただ、まあ、一旦は和睦交渉を行われたんですが、これ、晴元は結局拒否しちゃうとか、義輝もなんかその後も、義輝と三好の関係もその後も仲が悪い。で、しかもこの間に、あれですよね、義輝がこういうことやってぐちゃぐちゃしてる間に、扇町天皇の代替わりがあって、で、その代替わり改元を、扇町天皇と、三好長慶が勝手にやっちゃったんで、足利義輝がもくれちゃうという事件も起こっています。扇町天皇と足利義輝、義明兄弟、どうもうまくいってない感じがするのは、そのところにも、原因があるかもしれません。最小状態。1948年、山下の国伏見生まれです。実は戦国時代、結構、聖国寺は焼けちゃった後も、なかなか再建できず、それどころか織田信長は、やってくると、そこのところ接収しちゃうという、こともあって、なかなか苦難だったんですけども、最小状態、彼が1584年に聖国寺に住して、聖国寺は復興の道を歩みます。特に最小状態の場合、秀吉に見出されて外交顧問として活躍していると。まあ、有名なところでは文禄の役の時に明皇帝の作法文書を見上げていると。で、これも聖国寺物語では、南条法師で日本国王をなすに対して激怒したというふうに、要するに俺を日本国王だと何事だと、
これはまあ勤王秀吉というイメージを、俺は 天皇の臣下であって、民工の臣下ではないんだと、荒れ狂ったという話になってるわけですけども、これはどうも嘘らしいです。むしろ、南条皇子で日本国王をなすまではいいんですよね。どうやら。逆に言うたら、これしかなかったということに対して、秀吉は激怒したらしくて、日本国王にしてもらうことに関しては、秀吉は全く、問題ない。要するに、明皇帝の、に貢ぎ物を送ることを含めて、秀吉はそこまでは、OK つうか、逆に秀吉は、勘合貿易の復活。まあ、勘合貿易の復活ってことは、要するに、民間に対する徴工ですから、徴工。これを認めないのは、民工っていうの方は認めなかったですね。で、まあ他に民工では認めなかったも、これは認めらんないでしょうね。民工女の時代。こういった様々な、秀吉サイドの、まあこれは要するに文禄の役に関しては、秀吉は自分が勝ったと思い、民工帝は自分が勝ったと思い、万歴帝は自分が勝ったと思い、まあその辺、外交関係者がその辺をガラス細工に進めたものが、最後にボロが出たということですね。陳氏系と小西行長が、作り上げた、緻密な話が全部、陳氏系は後に、処刑されます。小西行長は、まあ、秀吉の方が心は広かったみたいですね。まさか秀吉よりも心の狭い奴がいるとはと。それから宰相状態を有名したのは、宰相状態は上杉景勝、あるいは直江兼続との関係が良かったようであって、上杉景勝、まあ、会津にこもってしまった上杉景勝を問責するときに、徳川家康は宰相状態に命じて、上杉景勝、直江兼続に当てて、手紙を出すわけですけども、それに対する直江兼続の返書がいわゆる直江状です。この直江状に関しては、現状あったかどうかということは、これ、偽証説と、それから ある程度、まあ、原本が見当たらないんで、偽証であるかどうかということの議論も、なかなか難しいものがある。ただまあ、ちょろちょろと見たイメージでは、一部、殉職はあるものの、法令に類するものはあったんだろうというのが、やっぱり目につくかなという感じでありますかね。宰相状態はそういう意味で、徳川家康と、それから、豊臣秀吉、徳川家康の両者にうまく取り入って、相国寺を、復興させた人物であるということは言えると思います。1605年に相国寺の法堂が完成しています。ただまあ、当時の人々の評判は非常に悪かったらしいことが、相国寺物語には書いてあります。やっぱり変節感というイメージとか、ごますりまくりとか、そういうイメージがどうも使いついたようです。で、清少状態の後、相国寺が揉めた金鎮寺殿については、次回南禅寺のところで取り上げたいというふうに思います。相国寺をめぐる、人間として、独演少女。1819年、現在の岡山県生まれです。江戸時代末期、明治 初頭に活躍した、禅僧ですね。一般には荻野独演というふうに、彼の俗人時代の名字をつぼて、荻野独演というふうに言われますけども、禅僧では独演、少女と。法師万里に、儒学を学び、相国寺の大雪上演に支持してます。で、この、独演少女が、まあ、相国寺の中核になった時期の大きな事件としては、1862年に島津久光が疎兵上洛しています。これは、島津久光、当時、薩摩藩主の後見役である島津久光が兵を率いて、上洛し、朝廷の勅許を取って、江戸に登って文久の改革を、執行させると。ちなみにこの帰り道に、島津久光は縄麦事件を起こしています。この時に、相国寺の境内を薩摩藩に貸与してみたんですね。だからここに薩摩藩邸が置かれるようになりました。あくまで貸与なんですけども、結局帰ってこなかったですね、これは。1870年には相国寺126世になってます。この頃の相国寺は、廃仏毀釈、それから、揚げ地霊によって寺廊が没収されるなどの大きな苦難を経ています。で、1872年、教部省が設置されます。これ、当初、明治時代、明治政府が発足すると、まず神技官というのを置くんですけども、神技官の上官の上に置く。この段階、神技官から
神器商に格下げになるというんですが、これは単なる格下げではなくて、太政官の中に神器商を設置することによって、再生一致を、目指したものというふうに考えられていますが、この、神器官からこの神器商という中で、要するに神樹、特に神道を中心としたこの国境策、これが、失敗するわけであって、教武将を積むのは、神樹のみならず、そこに仏教も入れて、神樹仏 の国境化を目指すという形で教武将が置かれます。この教武将が設置された、その中で、この独演少女は、この大教員の共同職として、臨済総統王博の総監長を務めています。この下で、この大教宣布の御事のり、つまり、いわゆる、再生一致、それからすべての宗教を、天皇の、この神道を中心とした、宗教政策、これに対して、独演成就は反対して、神教の自由を主張し、まあ、教武装は、ほどなく、結局解体しちゃうんですね。で、この中で、仏教サイドを、この禅宗サイドを、まあ、説得するために、官庁を家族にするという、そういうあの策も出してきますけども、これも断って、結局1875年には、大教員が廃止されて、教務省もなくなります。大教員の共同職もなくなった、独演少女は、小国寺に帰って、小国寺の再建事業、それから、南九州の、仏教寺院の再建、これ南九州の廃仏毀釈が非常に激しかったところですね。まあ、鹿児島県ですが、具体的に言いますと。薩摩藩の元での、この廃仏毀釈の激しさ。それから、この薩摩藩の屋敷跡、同志社、薩摩藩の屋敷跡、もともと将軍の場所だったんですけども、これ、京都市長になった山本角馬。山本角馬が妹の旦那である新島城に、譲り渡して同志社を、作るんですけども、まあ、これに独演少女は、それを受け入れると。彼なりの信教の自由論があったからじゃないかというふうに言われています。彼自身の、体験と、それからまあ、そういうさ、幕末維新の流れの中で、同志社は、相国寺の南側に、出来上がったと、いうことを言われています。最後にちょろちょろっと、相国寺の仕組み、それから、新如寺、大光明寺という、寺外塔頭をいくつか見ていきたいと思います。新如寺、先ほど出てきました、この、将軍の場合は、東寺寺や新如寺の、まあ、十字になっておりますけど、この新如寺、立命館のすぐ、南にありますね。これは、将軍寺の三階塔頭として、現在、将軍寺のサイトを見ると、六音寺、自称寺という、名だたる、観光寺院の、隣にポチョッと新如寺とあります。で、六音寺と自称寺はそれぞれ独立したサイトありますが、新如寺はサイトもありません。いろんな、ざーっと調べてみますと、観光向けの、つうか、まあ、要するに、拝観できる寺ではないみたいですね。で、この新如寺ですが、もともとは1286年に無学祖源を祀る、清脈庵という、寺を、無外女大尼という、女性が創建しています。この無外女大尼っていうのは、安達泰盛の、娘であるという、そういう、安達泰盛の娘で、足利忠氏の正室となっているのかな。で、足利武雄を生んでいるという話ありますけども、時代が合わないので、この無外女大尼はおそらく上杉家の女性だろうと言われています。上杉家に同盟の、坊さんがいた、尼さんがいたので、彼女だろうと言われています。その後、この清脈庵は、後嵯峨の王子である、広報剣術という、前僧の保護を受けながら、なんとか存続してきましたが、無双祖籍が河野諸の足利義氏の、下護保護を受けて、寺院として整備しています。だから会期は河野諸直です。諸直を言ったら寺を平気で焼き寄るとか、そういうイメージが強いですが、まあ、実際には割合、常識人的な人物にも言われています。天皇が寝なければどうたらこうたらつうのも、亀田さんによると、
すなわちほんまかいなということで、まあ、太平記にも、妙吉の断言と書いてあるんだから、そんな、それを史実としてなんで通用したかわからないとおっしゃってますんで、まあ、ここではそれに従っていきたいと思います。足利尊氏義明の葬儀も、東寺院の隣にある、ここでも行われたと言われています。五山十冊のせいでは、東寺寺、臨泉に次ぐ3位。これ、十冊結構くるくる変わるんで、あれなの、3位という記録が残っています。最高順位は3位で。1161年には、失火で消失してますが、1099年に復興してます。あとよくわからなくて、1656年、後水の天皇が本堂を再興して、今日に、伝わってますけども、まあ、こういう割合、やっぱのお寺である割には、知名度、それから実際にアピールもしてないですね。私の指導教授である杉橋隆夫先生が、この新如寺の駐車場に、駐車場を借りていたと。いうことで、私は新如寺と関係を持ったのは、その杉橋先生の車で便乗してどっかに行くときに、新如寺の、駐車場から出ていたということぐらいです。不思議なのは、大光明寺というお寺が山内達中にあるんですよ。なぜ大光明寺？いや、大光明寺は実は、御花津の天皇とか、室町時代の天皇やってますと、ものすごくよく出てくるんですけども、まあ、伏見の寺なんですよね。我々のイメージでは、私のイメージでは伏見の寺なんです。なぜこれが、小国の中に、現在、小国の中にあるのかと。ということで、大光明寺についても一応、見ておきました。1339年、光義門院。この光義門院というのは、何回も、実は過去、ビデオ見て、動画見ていただくと、何部でも出てきますけども、この光義門院というのは、御伏見天皇の、女房であって、光厳光明の、母親ですね。光厳光明両天皇の母親にあたります。ご光厳天皇擁立の時には、彼女は地天の君というのだったというふうに、考えられています。西園寺実兼の娘なんで、天皇家の、出身でもない女性の、地天の君というふうに言われています。まあ、これを地天の君と言っていいのかという議論は当然あると思います。事実上の上皇待遇。民間人から上皇、事実の上皇待遇やってるのは、足利義満も、いわばまあそういうことになりますね。天皇家の家長的な存在として、家長代理として、所領の、処分等を行っています。1364年、主翼明派が十字になって以降、無双続きの徒弟院ですから、そういう意味で大光明寺というのは禅の寺なんですね。1380年には、光明天皇がの遺骨が、この大光明寺に納められ、大光明寺のみささぎということになります。現在、大光明寺みささぎの、原型です。この大光明寺みささぎには、崇光天皇も葬られています。この二代ですね、光明天皇と崇光天皇。1409年には、中人親王が、達中の大通院を建立していますが、中人親王はなぜか大通院や大光明寺のみささぎではなく、深草北のみささぎに、葬られています。いわゆる深草十二帝陵ですね。基本的にはそういったこともあって、崇光天皇が、晩年住んでたこともあって、伏見宮家の菩提寺となっています。伏見宮家はその後、全焼しますんで、この大光明寺の片隅の方に、大光明寺の近くにあった、天寺を、伏見宮家としています。で、大光明寺は応仁の乱で荒廃し、その後復興するんですけども、また、戦国の中、どうしてもうまくいかずに、大光明寺がきっちり復活するのは、伏見城の建設に伴って、伏見城の建設に伴って復興を言ったらどっかに行くんかなと思ったら実は違うです。徳川家康の寄進によって、大光明寺は伏見に逆に、根を張ってみたいです。逆に伏見にあった半州院という、半州三枚院というお寺は西陣に移転させられてますが、大光明寺は伏見に残ったみたいです。最小状態が中高の祖と言われています。それが、1615年頃に小国寺の山内に移転しているということで、まあ、小国寺との関係は伏見城との頃からできたのかな。一応、春翼明派が従者というか、一応小国寺の関係には昔からあるんですね。小国寺の山内に移転するのは1615年頃、家康がまだ存命の頃ですね。だから家康のバックアップは結構あったいうふうに思われます。天明の大火で焼失、再興、廃絶を繰り返し、1906年、伏見宮家の
大々の菩提寺であった信玄院という、お寺と、お寺の寺号を大光明寺という名前に変えて再興させています。現在の、大光明寺は、まあ、そういう意味では、伏見宮家の、院家は、伏見宮家の関係のお寺として残っていることになりますね。まあ、伏見宮家っていうのがなかなか、一応まあ説明しておきますと、ご光厳。まあ、そこを天皇が引きずられたと、ご光厳天皇になって、ご光厳の子孫が、ここで亡くなっちゃうんで、結局、ご花園を、ここから持ってくるわけですけども、この時に、弟の津田常親王がいて、こちらの子孫が現在の皇室ですね。こちらの子孫がいわゆる旧宮家と言われる人ですね。旧宮家の功績復帰という話がよく現在でも天皇の男系女系の問題で出てきますけども、一つのネックは、この室町時代の中期に分家したこの関係から取ってくるのかなという、神武天皇の歪染色体という話でやったら、例えば、有名な話だけども、西園寺金持ちをはじめとした、あの辺の徳大寺家、西園寺家の一つだとか、江戸時代末期に、天皇家が分家した人、分家してるし、とか、まあ、そういろんなネックが一応言われておりますけども。ということで、相国寺一応終わります。応仁のランナーとよく相国寺立て直しましたね。そうですね、あれ。室町幕府、金ないはずなのに。そう、応仁乱に焼けて復興するっつうのはそれこそどういうどないしてんのという。吉政が銀閣寺建ててますけど、これ銀閣寺と規模全然ちゃいますもんね。うん、それだけ大事だったんですかね。意外と金あったんかもしれませんね。応仁乱が終わると大内政広みたいに金出してくれる人もいたりとか、まあ、足利氏そのものというよりは、結局、大内と、それから細川の綱引きですから、まあ、どちらがどう動くのかってことですね。これ、江戸時代になっても規模は大きいまま保ってたんですね。現在、狭くなったんは、南半分取られちゃったんは、明治維新以降みたいですから。幕末に薩摩藩に半分貸したのが、その部分が同志社になったんですか、今の。そうです。でも今言ったら同志社の方が大きいですよ、相国寺より。ですね。いいとこもらいましたね、同志社の新島城さん。うん。同志ですもんね。今出がどり面したあそこね。うん。京都大学が尾張藩邸で言いますけど、あんな端の方やし。あ、そう、京都大学は尾張藩邸なんですか。帝国大学の部分がね。同志社が、この薩摩藩ってやったは知りませんでした。私も知りませんでした。いや、話聞いたんですよ。なんで相国の南にこんなドーンと同志社があんやろ思って。戦争ですか。よりならの大阪が歩いて、相国寺に歩いてね。言ってましたでしょ、私。いや、相国寺。はいはい。あれ、ネットに書いてありました。もともとは京大の熊野寮の方にあったんや。そこに白川北殿で、なんか藤原氏の屋敷があるんですか？白川北殿は、あれですね、天皇家の、宗子内親王に送られたもんですね。そこに、ストックが乱入してきて、砲撃などの舞台のところです。そこに、なんか、その、頼長関係の何かがあったと。ああ、はは。それを明治になって工場に変えるんや言うんで、どっかに持っていかないといかないんで。ああ。で、塚とかなんかも全部、どっか引き取ってくれとかなんとかで、相国寺へ行ったと。なるほど。で、ああ、それで相国寺に頼長の墓とかあんのかと。お前の、熊野寮、あの辺りが白川北殿のね、はいはい。宝剣殿の舞台ですね、まさに。あれ話は合ってますね、それで。うん、筋は取ってます。うん。義満が中国に、明に対して、へりくだっとうという話があるんですか？うん、瑞慶秀芳さんの前理国記ですね。瑞慶秀芳さんは、要するに
いわゆる明皇帝に対して昇進分けしからんと。昇進分けしからん。満載十五日記でも千葉義行が丁寧すぎるというふうに言われていたと、だからよろしくないと。前立国家はっきり昇進がダメだと言われてね。満載十五日記では昇進はしゃあねんじゃねえ言うてるんですけどね。日本国の大臣である以上は民に対しても臣というふうに臣というふうに言うのはしゃあないと。日本国臣源のなんとかというのはしゃあないと。あの源の道義とかいう、そうそう、ね、よく試験に出てくる。要するにこういうふうに書くことがどうかという是非で、満載はしゃあないと。いうことは、これ逆に言うと実は反対の方ですね。税系修法は反対してると。こういうのは同時大臣じゃないですよね。微妙にずれてますね、皆さん。もう義満がいなくなってから、うん。話でしょ、うん、そうそう。この人はいかんというふうに評価したわけですね、義満の行動を。うん。でも、桃の町時代からそういう評価があったということですか、義満に対して。そうですね。義教の時にも随分それやっぱり話題になってて、多数派は良くないだろうと。ただ満載はもうすでに金出して民に船を送る準備してるのに、そこのところでぐちゃぐちゃなったらかなわんというのがあったみたいです。義満はそんなどっちでもいいと思ってたんでしたっけ。橋本優さんの研究によると、義満は随分尊大な姿勢で民の使者に臨んでいると、うん、でただ明の当然資料を見ると、まあ義満というのは非常に立派なやつだというふうに書いてあるんで、まあ当然明の使者は、義満はどういう姿勢で受け取ったかを書かないし、義満も顕密や禅僧など僧侶とそれが貴族を連れてひっそりだったので、諸大名とか一切見てない、要するにオフィシャルな場ではなく、プライベートな場所で、その国書、民との交渉がなったみたいですね。だから実は最近まで明らかになかったですね。実はその資料が実は分かっていなかった。だから、柴義行も厳然目の前で見て、ああ、義満減り下ってるなと思ったわけじゃなくて、人づてに多分聞いた話で判断したでしょうね。それでまだこの話に戻って、証拠じゃん、聞いてると、よくこんだけ、燃えても立て直して、燃えても立て直してしましたね。それは本当ですね。うん。まあ、ポイントポイントでやっぱり優秀な人間おったんでしょうね。最小状態もそうやし、この随形修法もそうやし。その割に、今そんなに有名なお寺でないですね。やっぱり金閣、銀閣。まあ、これは聖国寺派だから、まあ、あれか。南禅寺とかね、仁和寺とか、うん、あんなとこと比べても、聖国寺ってそんなに観光客、いや人いませんでしたよ、行ってみたけど。ですよね、だいたいガラス系ですよね。私も何回か行ったことあるけど、いつ行っても空いてますね。今出川に面してないからやっぱり大きいかな。あ、そうですね、見えないからね、同志社で。ガラスを歩いて行ってもちょっと奥まったところあるでしょ。はい、あ。あの三門とか。はい、あ。新如寺ってありましたね。あ、はい、新如寺、はい。大きいんですか、お寺は。いや、小さいです。なんか街中にある小さな寺みたいなもんです。歴史はあるんですね、ちゃんと。歴史はものすごい、びっくりしましたわ。歴史、こんな立派な歴史があるんだと。河野諸直が建てたんですね。信仰心あったんですね、彼も。そうなんですよ。まあ、足利忠義は、信仰心あったかもしれない。うん。でも、しかも面白いのは、この2人がセットになってることね、やっぱり。あ、そうですね。中田会したいって言われてますけどね。いつ頃から仲悪くなったのかつ、あれですね、亀田さんは割合近いんじゃないかと、そんな昔からじゃなくて、割合直前になって、多分ぶつかったんであって、もともと仲悪くなかったんじゃないか。上覧の直前に。そうそう、割合近い頃に、そんな、まあ、近藤さんの手紙に、あいつら仲悪いから褒めるぜ、言うてけども、どの程度本当に仲悪かったのか言うと、ちょっと、どうかなという話をしたって、こういうの見てもそうなのかなという気がしますね。高氏の葬儀、ここでしたんですね。みたいですね。当人でしたのか、それとも死んだ、甲府に書いてある門もあって、高氏と吉明は新入寺。まあ、隣ですからね。当人と新入寺の間って、幅1メートルぐらいの道路で挟まれてるわけなんですよ。
隣り合ってるんですか。そう、隣なんです。立命館大学、こういうふうに校舎が、分かれて、ここに、で、今度1メートルほど伸ばれて、1メートルほどあって、ここが東寺院。で、ここが新如寺と。両方とももし密接な関係あるとするならば、この辺で行われただろうということで、新如寺も参加してる。ここでやって、ここ関係ないと多分ないと思うんで、まあ、こちらが、新号宗とあとにあと同じ臨済宗やったんやったら、おそらくセットでやってるわけなんでしょうね。先週は仙入寺で、天皇家の葬儀は仙入寺でやってたって話してましたけど。はい。足利家というのは、代々ずっと当寺院なんですか、葬儀は。いや、とは限らないです。吉光とかやったかいな。多分、聖国寺とかと思います。聖国寺が建ったら、向こうに移った。うん。多分、高氏と吉明のぐらいちゃうかな。ただ仮装されてるのは当人なんですね、どうやら。あ、仮装なんですか、吉光は。仮装です。一応当人で、あ、そっか、吉本もそうだな。一応当人ですね、やっぱり。当人で仮装してますね。うん。吉本もそうだ、当人で仮装してると言ってたわ、そういや。やっぱり当人が足利のお寺なんですね。うん。